お笑いコンビナゴンと安藤夏が14日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演メインゲストのヤーレンズに言いたいことがある芸人として登場した写真発行とまさかカップル成立した会芸人通常はクレーム暴露かメインゲスト無視のネタ披露が定番だが今回は安藤がヤーレンズ奈良原君とこうちゃんはどうなるのと定期明石家さんまが何が と驚いた安藤によると、発酵と飲んだ際に奈良原正樹のことが好きだと知らされ、それを奈良原も知ってると明かした。さんまやひな壇から、ええ、と驚きの声が上がった。発酵は、好きだと言いました。告白、プライベートではしてないですと好意があることを番組で言ったことはあると説明した。安藤は、見えきらないと現状を説明。奈良原の相方 レイジュンのすけが、奈良原には10年以上彼女がいないと明かした。そこから奈良原の妙な女性関係に話が脱線し、発行がこれまで、ずんのやす、トム・ブラウンの道をに恋心を抱いた経歴も明かされた後に、さんまが奈良原に、どうやねん、と迫った。ひな壇からのガヤや,や妨害が入る中で、告白タイムが行われ、奈良原の方から、僕と一日、デートしてくださいと申し入れ。 発行がハイと応じて成立まさかの甲状位からカップル誕生となった